皆さんこんにちは、ワナリグルビーです。では今回はアーツオバイアン4ガンダム1年戦争モード新しくプレイをしていきたいと思います。この1年戦争モードはだいぶ前から存在していたと思うんですけども、アップデートが頻繁に入っていてですね、元の制作者の方が精力的に更新していただいているものなので、今回新しくプレイを始めていきたいと思います。では早速ニューゲームからですね、今回選択するのは宇宙世紀79年 W079 というやつですね。 V 作戦のシナリオを行っていきます。続いて陣営の選択、ジオンか連邦か選べるんですが、やっぱりねギレン総帥でいきたいですよね。ギレン総帥を選択していきましょう。イデオロギー、スペースノイド至上主義、いいですね。難易度は一般兵で進みます。音楽とか含めてですね、かなり作り込まれたモッドなので、興味ある方いらっしゃればね、ぜひ、プレイされてみてはいかがかなと思います。では早速なんですけども、各、設定とか状況とか確認する前に軍の再編だけ先にしちゃいます。では軍の再編を行いました。まず宇宙から見ていきたいと思います。宇宙の状況なんですけども、連邦軍の拠点はルナ2を残すのみになってますね。なのでこのルナ2を早々に取って、宇宙での戦闘を終結させて宇宙にいる部隊を地上に下ろしていく、これによって地上戦の戦力を底上げしていこうと思ってます。じゃあその宇宙なんですが、一応ですねサイド3にはギレン総帥の親衛隊長、エギューデラズを置いてあります。これ、念のため、そして宇宙での予備戦力用として置いてるだけなので、型がついたらすぐに地上にデラーズも降りてもらいましょう。そして、衛星軌道上ですね。ここ結構重要な拠点になるので、ここをしっかり守りきれるようにガデムを配置してあります。そして、肝になるのが、このシャアですね。シャア早速なんですけども、昇進させます。現状だとシャアはですね、6師団しか率いることができないので、これ昇進させちゃいましょう。これによってシャアの指揮範囲が広がりますね。で、そのシャアは、この後、速攻で、ルナ2、ここに、強襲上陸をかけてもらいたいと思います。楽しみですね。では続いて地上です。まず北米ですが、ここはお決まりにはなってしまうと思うんですけども、ガルマをですね、北米軍の司令として配置してあります。地球方面軍司令とまではいかない位置づけですね。これで、北米をしっかり守る。あとはオーガスタ県あたりまでは進んでもらいたいなと思いますので、進行も行います。あとはメキシコ方面への軍の進出もしっかり行っていきましょう。これが北米軍ですね。で、続いてヨーロッパ方面軍ですが、ここにはマクベを入れてあります。ここは敵からの攻撃範囲が非常に広いので、広範囲にわたって敵との戦線を支えるという意味で、部隊数はかなり多くなってます。シュタイナー、バロム、それにトワニングあたりを配置してあるという状況です。軍の再編はこまめにやっていきたいと思います。続いて研究ですね。研究ですが、やっぱりモビルスーツ使いたいので、まずはですね、高機動型ザク、これの研究を始めます。で、モビルスーツの武装ですね。ここはまずマシンガン、これの研究を始めちゃいましょう。で、残りはいつも通りというところになるんですけども、生産量の底上げを行っておきます。研究面白いところで言うとですね、これぞガンダムの世界というところで、モビルスーツをまずざーっとご覧いただくと、一番新しいもので言うとケンファー、あとはジオングなんかもありますね。ただジオングを作るには、研究としてはですね、このニュータイプ研究が必要になってきますね。強化人間とかね、サイコミュニケーター、このあたりが必要になってきます。あと面白いところで言うと、アイフィールド。これもね、ガンダムの世界ならではというところかなと思ってます。
海軍の方ですが、水陸両用のモビルスーツと、あとはグラブロなんかもありますね。これも楽しみではあります。で、宇宙戦艦の方ですけども、グアジン級もあれば、ドロス級もあるというところです。では、国家保守も含めて、時間進められる状態になりましたので、確認してから進めましょう。まず、国家保守ですが、最初に選択したのが16戦線です。この後すぐ地上戦が始まりますので、ここで、指揮力プラス25、指揮経験値、陸軍25、このあたり獲得して、師団の強化を行っていきたいと思っています。で続いてですね、生産のラインなんですけども、まず、やっぱりモビルスーツは欲しいので、ザク、陸戦タイプですね、J 型なので、これを相当な数の工場を使って量産していきます。で、マゼラアタックは主力戦車扱いになってますので、これもですね、一定数配備されているので生産します。歩兵装備ももちろん生産。あと、グーフ、これも生産を開始しました。ザクキャノンはお試しです。で、面白いところはですね、モビルスーツの装備、これも生産しないといけないというのがあって、今回は、モビルスーツ用のマシンガンと、あとはグフ用のシールド、ヒートソード、このあたりの生産を開始しています。あと一部、特殊モビルスーツ扱いになってますが、シャー専用ザク、これも生産開始しています。航空戦力はドップとガウを一定数生産しています。宇宙戦艦あんまり数必要ないと思うんですけども、少数生産しておきましょう。チベ、それとムサイ、これです。で、鉄が全然不足していて、生産に入れていないんですけども、一応ゴックですね。これの生産も開始してます。建設級にも一通り軍事工場をまずは入れてあります。必要に応じて民事工場、インフラ、補給基地、このあたりも建設を行っていきます。まず時間を動かしてみてどうなるかというところですね。あとは、このワンイヤーモッド、1年戦争モッドだけの、まあ、機能というかね、ストーリーミッションというのがあってですね、こういう形でイベントを進めていくと、分岐がこういう風に生まれるよっていうのが書かれてるんですね。これ面白いですよね。すごいいい試みだと思います。まあ、ただ残念ながらですね、今実装されているのはこのポケットの中の戦争だけなので、今後の元のね、さらなる飛躍に、アップデートに期待をしていきたいと思います。では、時間を進めていきましょう。まずは何と言ってもシャアが行う、強襲上陸作戦。これで、まずはルナ2を取る。これをね、最初にやってしまいましょう。初手ルナ2攻略っていうやつですね。では、時間を進めます。今、ジョン軍の宇宙艦隊が出撃したところですね。これでサイド砲中域、正中圏って言ったらいいのかな、取れてる状態です。この後、ルナ2中域の正中圏も取って一気にシャアを送り込んでいこうという作戦ですね。ちなみに宇宙艦隊の方なんですけども、ギレン総帥、さらにコンスポン、ドズル、このあたりが宇宙艦隊の指揮を行っています。まず地上戦ですけども、予定通り北米の方はこのままジャブローへの糸口を掴むためにメキシコ方面に向かってもらいたいと思います。確実にここで勝利しておきたいですよね。で、フロリダ方面なんですけどもオーガスタを取りましょう。続いてヨーロッパ、アジア方面見ておきます。ここは本当に広範囲で戦闘が起きるので、まあ要注意というところいっぱいありますね。目が離せないって言った方がいいのかな。ちょっとでも目離してると強襲上陸されたり戦線が崩壊したりっていうことがね、よく起きるポイントなので注意しましょう。オーストラリアの方は完全に大陸を制圧します。で、できるだけ鉄の資源ですね。これが取れるところを確保しておきたいと思います。
ジオン軍ですが、北京の制圧完了ですね。まあ、ちょっと話変わりますけど、北京はですね、ディズニーランドに新しいダッフィー&フレンズが登場してまして、リナベルっていうキツネのキャラクターなんですけど、まあやっぱりこのコロナの状況でね、まあ海外旅行はもちろん行けないので、まあ、できるだけ早く北京の、上海ですね。上海の。ディズニーランドも行きたいんですけどね。北京にユニバーサルスタジオできましたでいいのかな？もうオープンしてますかね。世界最大規模のユニバーサルパークができるという情報ありますよね。それもね、まだ行ってないし、オープンしてるとしたら行きたいなと思いますよね。インド方面ですね。インド方面なんですけども、ここはですね、シュタイナーに任せているんですけど、数がちょっと少ないので、ここも本当に要注意の戦域です。で、アフリカですけども、ここはもう守りに徹してます。なんとか守っている間に、他の戦域で、勝利を挙げれば部隊を増強するというのを考えています。はい。ミハイル・カミンスキーの実績解除ですね。病気または負傷状態の指揮官で戦闘に勝利した。これどっかで勝ってくれたんですね。これ何がいいかというと、政治獲得力プラス1パー、陸軍経験値獲得プラス1パー、日ごとの指揮力獲得倍率プラス1パー、これが追加されます。もう実績解除系もやっておくと後々いいこといっぱいありそうですね。マクベが負傷した。マクベが負傷したので多分今の実績が解除されたんですね、きっとね。実績ですけども、こうやって見ておくといくつかありますね。例えば、ランバラル。グーフの飛行試験に成功したら、ご覧のようなものが出ます。あとは、ハモンさん。好きだったよ、坊やですね。いや、こういうの全部欲しいなぁ。あとは、タチ。コズン、アコース、クランプ、いますね。いや本当にね、こういうの見てるだけでも楽しいですね。あとはシュタイナーとかもいますしね。まあ、この実績もできるだけ積極的に解除できるように頑張っていきたいと思います。続いてイベントですね。ドズルとゼナの間に、まあ、ミネバですね。これが生まれたという内容です。今、各戦線見回りをしてます。もう見回りを怠ると多分ひどい目に遭うと思うので、ちゃんとね、見回りはしていきましょう。やっぱりちょっと部隊数が足りてないのかなーっていう感じがしますよね。こうやって穴がポツポツ開いてるのを見ると。まあ、穴を埋めとかないと、後々ひどい目に遭うので、まあ、ちゃんと穴は埋めていきたいと思います。特にマクベのところが穴がポツポツ開いてますね。さあ、北米の方は順調に来てますね。オーガスタ基地も取れそうですね。このまま行けば問題はないかなと思います。南米への足がかりを作っているところ、メキシコシティまでもうすぐ到達できそうです。全く問題ないですね。心配なのはやっぱりマクベだな。マクベのところが、穴がポツポツできてるので、この穴を埋める作業をしっかり行いましょう。めんどくさくてもこれやっておかないと大惨事になることが往々にしてあるので気をつけます。ではここでシャーのステータスご覧いただきましょうか。シャーなんですけども、まず赤い彗星。モビルスーツ、攻撃力プラス 30%。モビルスーツ、速度 50%。これはめちゃくちゃ強いですね。相当強いな。あとはニュータイプの兆候も持ってますね、すでにね。いや、これは半端じゃないな。相当な強者ですね。あとはまあ、せっかくなので、ちょっとオーバースペックにはなりますけども、ランバラルなんかも割り当てていきましょう。そしてそのランバラルのスペックも見ちゃいますか。ランバラル。ゲリラや。グフを使うと、プラス 10%、プラス 3%、プラス 5%、プラス 2%、それぞれ速度、防御、突破、信頼性に入りますね。
青き巨星。お球切れペナルティマイナス 30% も強いなぁ。いや、このあたり強いですね。ちなみに他にいるキャラクターなんですけども、ガイアもいれば、シーマもいるし、ガトーも強そうですよね。ガトー、ソロモンの悪夢、強いですね。いや、もう見てるだけでワクワクしちゃうな。マッシュ、ジョニー・ライデンなんかもいます。オルテガもいるし、カリウス、あとはケリー・レズナーなんかもいますね。これらをうまく使って、しっかりと、戦果を上げていきましょう。続いてイベントですね。V 作戦来てまーす。連邦軍が戦況を打破するために V 作戦と呼ばれる作戦を実行した。まあこれそのままですよね。まあこれ捨ておきましょう。もしかしたらですね、こちらのイベントで、ファーストガンダムが実装されると面白い展開が見れるのかなと思うんですけども、現状特にありませんので、捨ておきます。シャアをこのまま使います。さあ、ではここでシャアがルナ2に強襲上陸。これをかけてます。このままルナ2取りましょう。初手ルナ2攻略。できたら、シャア、さらに昇進させたくなりますよね。まずは、ルナ2の、マップで言う、西側から上陸していきます。はい、シャアの部隊が上陸してます。このまま一気にルナ2を制圧しに行きましょう。ルナ2が取れれば連邦軍の宇宙における拠点はなくなりますので、宇宙にね、置いておく部隊を減らすことができて、さらに効率的に地球侵攻作戦が進められると思うので、ルナ2の、ね、初手攻略は悲願ですね。では一気にシャアの、まあモビルスーツも入ってますからね、これは強いですよね。シャアの、さっきステータスご覧いただいた通り、モビルスーツで乗ってると圧倒的な強さになるので、こういう局地戦ではさらに強さが出ますね。そしたらシャアはこの後地上に降りてもらって、苦戦している戦域で戦ってもらおうかなと思います。はい、ルナ2制圧完了です。一応ですね、地球上空はこの編成を維持しておきましょう。ここがね、取られてしまうと連邦軍が宇宙で反攻作戦を行ってくる可能性あるので、シャアだけ地上に降ろします。では今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。